下の名前言ってからフルネームで言うとかっこいいってことに僕気がついたんですどういうこと？ちょっと名前聞いてもらっていいですか？あの名前は翔吾、川島翔吾この地方を使えば誰でもかっこよくなります。本当？じゃあ純ちゃんに言い方やろ。でも今の言い方としては、うん、あのまず下の名前を言うときは前を向く。ああ、分かった分かった。でフルネーム言うときに相手にこうグッと決めるっていうか、うん、ああ、すいません、あのお名前は純、名倉純。うわー、なるほど。じゃあ泰造は？お名前は泰造、原田泰造。ああ、やっぱうまいですね。泰造やっぱりうまいですね。うまいね。あ、うまい。はい、あ、泰造うまい。おう、じゃあ有田は？すいません、お名前は鉄平、蝶野正弘。まだ終わっちゃったよ。後なるんですけど。